はいどうも。はいどうも。楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はですね。今日はですね。こちらでございますよ。札幌一番辛口お好みソース味焼きそば。おたふくソースの完熟ハラペーニョのニョニョニョの後引く辛さ。大人の辛口を原料に使ってるそうです。こっち書いてあります。こっち原料使ってますよっちの書いてありました。そういうやつ、そういうやつです。ソースもうかけてあります。かけてあります。混ぜます。いつものように麺固めです。いつも通り麺固めです。柔らかめが嫌いってわけじゃないんです、ないんですけど固めに仕上げてあります。待ちきれないっていうのもあります。そういうこともあります。飛ばしてます。今日も飛ばしてます。あーこれ麺いいな、なんか麺がいい感じだな。さすが札幌一番さんですよ。さすが札幌一番さんですよ。今飛ばしてます。これぐらいどうすか。これぐらいで、これぐらいでいいんじゃないですかね。いただきます。ちょっと多いな、これか。いただきます。うん、美味しいね。美味しい。激辛じゃない、大丈夫。うん、おい、激辛じゃない、大丈夫。危なかった。まあ大丈夫です、ちょうどいい、ちょうどいいです。最後の最後に最後の最後札幌一番、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。今から船に乗って帰るんですけど、まあ、荷物はまとまってね、ちょっと待ち合い所に、港の、ね、下のあっちの待ち合い所に向いているんだけど、もうすぐ船が入港してくるっていうんだけど、ちょっとその様子をね、まあ今日もいい湯川地域、いい天気ですよ、いい天気。若干船遅れてはいるけど、今日はマルエじゃなくてマリックスラインです。
に越してきます。多分これは爆弾的じゃん。多分ですけど。透き通って見える時もあるんだろう。久しぶり最高だったな。これなんか下ろしたやつかな。まだお客さんが乗るあの階段も上げてないから出発はもうちょっとですね。時間かかるな。混乱してこれしっかり懐かしいわ。見送り紙テープ、紙テープで案内して見送りします。あれが見送り紙テープ。端っこ端っこ持ってね、こうやってすごいだね。あえてやるんだ。持って上がったり上から投げたり、でも一番は下から投げるの。風が強いから難しいんだこれ。ちゃんと綺麗に投げるのがこの紙テープは。懐かしいな。これ島から出ていくあれじゃない、先生とかあとは同級生とかを見送ろうとして旅に出ていくね。そのはず、多分そのはずよ。あれは、あ、上がった上がった、階段上がった、上がりましたよ階段。はい、こっちの荷物も上がりましたよ。いよいよ出航よ、いよいよ出航。